はい、どうも皆さん、お久しぶりです。ムツーです。ニアオンとまたやっていきまーす。というわけでね。まあ、いろいろあって、まあ、まず、ちょっと、話をさせていただきたいんですけど、言い訳を。録画ファイルがね、壊れてまして、最初からやり直してたら時間かかったっていうのは、言い訳でスプラトゥーンやってたんですけど、でも一からやり始めたのは本当でして、まあそんなこともあったりとか、これマジやばいだろこの風景。だからこの辺僕やったんですよね一回ね。エッチでしょこれ。エッチの絵の字もね。こんなのない方がいいんだ。なんか多分あれなんだよな。だから本編だから薬屋さんも過去の話で、今全然薬屋さんじゃないっていうね。あ、そうそう。であらすじとしてはこいつ追ってきたんだよねずっと。あ、こいつだっけ。こいつだったと思うけど、こいつを逃げてたから追っかけてこんなとこまで来たという感じなんですけど、あれどうしちゃったの。こいつ合ってたのかな。やめろ。だいぶなんか戦闘も手慣れたというか、まあ2倍やってますからねここまで来る。あれちょっとやばい。そうそう。で民族衣装着てたりとか、なんか言葉選びがどういう基準なのかみたいな、なんかすごい喋るアンドロイドというか敵ロボットがいて、ちょっと不穏みたいな感じですけどね。結構敵が多いな、やばい。ブー強い。多くない？痛い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 。普通に痛い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 。薬。薬中。ほらほらほら。全然薬屋さんじゃないでしょ。今回はね、二度、同じね、ミスはしなかったんですよ。でもすげえこれ、あれ？あ、よかった。死ぬ前に。なんやねん。キチゲ解放みたいな。ちょびっとだけね、だから先を知ってるんですよね。こっから先。このちょびっと分のためにやり直したっていう感じだね。セーブデータをさ、だから分割させることをね、思いましたね。今まで1個しか作ってなかったから。パカッ。アンドロイド？違う、こいつ。機械生命体です。誰得？誰得？何やばいって。いや普通になんかさ、触れたくないなってなるじゃん。まずしかもこいつね、何もしなかったら攻撃してこないんですよね。ほらやばいでしょ。もう誰も得しないでしょこれ。今回のサムネになるなきっと。これこの辺でおらー。攻撃しろ攻撃しろ。先に剣を抜いたのはこちらなんですよね。相手のレベルがどんどん上がってくんですよねこれ。攻撃してくる気がする。オッケーオッケーオッケー。いいペースいいペース。強すぎなんだよな。いてえ、クソだ。なめんな。完全に第3部のさ、なんだっけ、アヌビス神その攻撃を覚えたみたいなやつ。最強格。やめてー。どこだ。これだけすれば。ああ、何エースが高い。おい、とりあえず、ちょいって。あぶね。ああ、生きてた。生命感謝。ちょちょー。危ない。攻撃して、でもレーザーは当たるはず。避けつつね。避けつつ。危ない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 。あー、ちょ、危ねえ危ねえ。食らってねえ食らってねえ。ブワー。あれ食らってねえな、レーザー。食らってないっぽい。とりあえず避けて。卑怯だぞ、降りてこい。
最強じゃねえか。やめて、危ない。オッケーオッケーオッケー、てめえ、やっそ危ない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 。ただレベル8だぞ、もう俺よりレベルが上がってしまうまあでも20レベルとか普通に倒してるから大丈夫でしょ。危ない、痛え、くそ。じゃあ回復、蹴散らない、回復の基本ですよ。これマジで時間かけたらさ、レベルどんどんあれ30とかなっちゃうのかな。変な話、いやだ、結構きつい。俺今これケチってますよ、回復ケチってる。レベル10だが、このまま行きたい、無理オッケーオッケーオッケー、あれあーあー普通に血に見えるが、これもアンドロイドなのか。生まれた時から青年、見えちゃ、見えてパンチラってたけど、もう最近のえそんな感じっていう。一体増えるなんて、どう考えても入んねえだろあのスペースに。こんなん相手してられるか、こんとこにいられるか。怖い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 。トゥビー、あの横穴から逃げられそうです。脱出す、うー危ない。これは謎ですね。あいつが今後何なのかが分かるというか、どうなのか分かんないけど、やばいやつなのは間違いないでしょ。いやあ、ちょい危ない。脱出。何やつついてけんやけど大丈夫かな。俺だけでも逃げる。お前のデータは俺が後で復元しとくから大丈夫だ。止まった。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は、これまで機械生命体とアンドロイドの違いなんてそうないからな、きっと。司令部に連絡するために。言葉が通じるかどうかだけじゃないか。移動しましょう。エリアの移動で復旧させるという感じなので、開くのかこれ。あ、こういうことね。手伝えやこっちとら乙女やぞ。敵がいる、せっかく倒し、う、強い強い、でも俺の方が強い。オッケー、あれなんか3体いいね、意外といるぞ。やばいかも、3体いると回避のタイミングが。ほらレベル10、オッケー、いいねちょろいもんだぜ弱そう弱そう、こっちだってるわ。司令部との通信オッケー、できるようになりました。圏外じゃなくなったってことだな。ナインエスからバンカーへ応答をお願いします。また誰も落としばっかじゃねえか。変なやつがいました。つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械。そうか、人型だとアンドロイドってこと。残念ながら取り逃しましたが、逃げてきたんだよな。その時の光線データを転送させてもらいます。そういうの便利よね。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。これもうあれなのかな、帰っていいのかな、これ。あ、でもついてるな、マーカー。とりあえずマーカーのとこまで行くって感じでいいのかな。マーカーどこよ、入り口までかな、目的地。まあ、とりあえず戻りましょうか、そこまで。あれ、これで一段落しましたね。一段落は賢い。ここからの作戦行動について相談があるんですが、今のお使いしかしてないもんな。生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。まあ、全回復してるけど。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。あ、このまま戦闘を続けるの、バーサー感半端ないけど、まあ確かに
戻っていいっつうんだったら戻ろう。レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。別に戻んなくてもいいんだけどな、こちらとしては。え、どこで戻んの結局。あ、どこで戻る感じだ。ワープさせるとは言ってないやつだこれ。じゃあまあとりあえず行きましょうかね、現地まで。ただいま、帰ってきました。徒歩ですげえ元気に走り回ってるけど、本当に負傷してんのかこいつみたいな。とりあえず話しかけられそうな人から話しかけていきますか。君たちかじゃないが、ジャッカスから聞いた。ジャッカスってあの爆破してくれたお姉ちゃんね。違ったっけ。礼とは言ってなんだよね。君たち夜派のために部屋を用意しておいた。部屋、あ開きましたけど。誰が開けてんだよあれ。夜派は舞台に世話になったから遠慮なく使ってくれ。やった。これで寝床は確保したな。今ホームレスだった。でも逆にどうしようと思ったんだよこれ。俺らどうするつもりだったんだ。野宿ありえますね。じゃとりあえず寝床は確保した。まあ、ちょっと一旦覗いてみるか。スイッ、おお、あ宝箱がある。リーダーから許可が出たからいいだろう。地上の任務が長くなりそうだし、ベッドで休めるのは助かる。なるほどね。ベッドで休むと全回復するのかな。こんなクソでっかい宝箱置いてあっていいのか。なんだこれは。足で蹴ってくね。せっかく。休憩しますか。休憩してみるか。じゃあ、9Sはちょっと見張っててくれ。落ち着かねえわ。離れてくれや。ずっとそこにいるんかーい。怖い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 。まあ普通にセーブができるって感じだったな。さあこっからどうするかだよな。どうするか。ショップとか更新されてね。なんか今お金もいっぱいあるからちょっと見てみましょうか。必殺技が多い。必殺技が変えるぞ。ストレージもレーザーだけじゃねえ。ちょっとあれだもんね。では、まあ、順番に買っていくか。このミラージュっての顔。強そう。雑魚の殲滅には強そう。お。オペレーターより 9S。はい。こちら 9S。なんかありそうだ。2B9S 両名へのメッセージ。ああ、あの、美人な司令官。再生？地上に向かっている夜派部隊の通機が連絡を絶った。はいはいはい。現在もブラックボックス信号が確認されていることから死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中の夜派部隊員には本件の調査を命ずる。あ、いよいよじゃん。以上で通信を終了します。はい。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような、何機かの夜派部隊が目標地点の情報やられてるっちゅう話だな。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。どうだろうね。行った方がいい気がします。遠いのかな。ちょっと待って。地形。クソ地形んだけど。マジか。これ、え、見た目上の距離は近いけど行くの大変とかそういう話。ちょっとまあ向かってみますか。直線距離すげえ地形んだけど。あれ開いてたっけか。ここ地上からのルートは封鎖されているみたいですね。ここから行くのか。地下から行けないか調べてみましょう。すっぴゅー。ちょっ、 2B さん折り方知ってます、はしごの。みたいな使い方だけど大丈夫。砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。確かに考えてもわからないことに時間を。ここで釣りできるのやばくない。そうですね。すげえ嫌なんだけど。下水でしょこれ。釣れたしさ。報告、用途不明。なんだこれ、バッテリーボックス。バッテリー意外と使うあれなんじゃないか。だね、ゲット。植物の種がこんなところにいいのか。こんなところでどう考えても俺らが一番クソ地形から俺らが一番最初についちゃうのこれ。嫌だけど、こっ
ちは特に宝箱回復薬、とりあえずなるべくちょっと汚れたところは踏まないようにしながら行ってみますけど、意外と迷路っぽくなってな。もう敵はいないから、まあ楽は楽だね。水晶武器とかも今後作んなきゃいけないだろうから、なるべく部材も拾って、あれ上上がれんなここけども、行かないのがこ、とりあえず奥側からか上がってみるか。奥やろ大体。でもそうなると手前気になるよな。まあ、とりあえず奥から行きましょうか。ほらほらほらはしごの登り方を知らない男。あれ正解かな、いや分からん。とりあえず、あー何これ、アイテム武器白の矜持、かっけーかっけー、装備してみようかな。他にアイテムないよね。とりあえず装備してみよう。おお槍だ、おおお槍だ、おお、あーかっこいいな。槍も、槍もいいね。ちょっとしばらく矜持使うか。じゃあ多分こっちが本ルートじゃなくて手前側が本ルートっぽいから、手前側行きましょうかね。ういここだ。ここで消息を絶ったのか、こんな近くで、こんなレジスタンスキャンプの近くで消息を絶ったのか、怖いわ。なにこれ、やばいでしょこれなにここ、近づきたくな、敵の反応すげえし。完全にあれじゃん。はい、廃墟花火上がりまくってるけど。入園。じゃ入園口狭すぎね。これ客いっぱい通れねえじゃんこれ。楽しいね、楽しいね。人間の記憶を繰り返してる的な。攻撃はしてこないのか。攻撃していい。全員ぶっ殺してる。パーティーは終わりなんだよ。ほら槍じゃ、槍の使い方とちょっと違う気がするけど、どうす。でも周りが攻撃してくるわけじゃないのか。経験値荒稼ぎでは。危ない。あ、そういえばポットプログラム、あ、まだレーザーのままか。とりあえず今変えられないから、いや変えられるんだよ、俺が操作分かってれば。分かんないから変えられないから、とりあえず雑魚をそうとして。レベル10だから結構経験値もうまそうだし、何よりも金が必要なんだ。先立つものは金、いくら夜派部隊でもね、金がないものには人権がないんだよ。笑ったかおらあれ、愛を受け取ってください。くすんだ腕は楽しいね、楽しいね。こいつら攻撃できない。あ、できちゃう、できちゃうけど、なんか味方っぽいぞこれ。やめとくか。ほら、ちょっと無抵抗のやつを倒すだけの勇気がね、俺には。あとでなんかありそうだし。あれ？これ壊せる？もしかして。これマップだと敵判定なんですけど。関係ねえかな。まあいいか。とりあえず先進もう。うおー。やべえよ、やべえよ、雰囲気が。話せるやつちょくちょくいるな。いつか、あらこんにちは、いらっしゃいませ。やべえよ、おめでとう、あなたが一人目のお客さんです。くすんだ腕はすげえ、くすんだ腕はくれるんですけど、全員話しかけられるお家か。そんなことはない。ちょっと先進むか。別に敵が強くなれば経験値もいっぱい入るしね、そこで追いつければいい。青ロボパパ、なになに、武器を捨てて愛を持とう。確かに武器持ってない、さっきちょっと発砲されたけど。結構拾う。ここで行方不明になってるってさ、きな臭すぎでしょ。
あれちょっと待って、これセーブポイントもあるな。ちょっとあの本丸行く前にこっち側、どっかから脇から抜けられる。こいつも話しかける。また来てね。やべえよ。こっちこっち。この辺も話しかけられる。関係者違う。あ、これ関係者口？ショップ？何か用か？大丈夫かこれ。普通に買ってるけど。染料、樹液。まあ素材系がここでは買えるっていう感じか。うんうん。ライトアップされてるけど、敵がいる感じじゃない。敵じゃないね。ショップって書いてあるし。上上がって。あ、宝箱。いいね。回復薬しょ。いらねえ。あとあれだな、これ左側も。こっちから取れる。通路はどこに繋がっているんだろう。ジャンプで通って。この辺も。で、ここにあれが、え？レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。せやね。あ、これこっちもしかして正規ルートか。もしかするとセーブ。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。進めるルート、アクセスできない。今はアクセスできない。じゃあいつできんのか。アクセスできる頃にまた来てるかどうかが問題だ。え、これもしかして合ってる？こっちで。その、あ、宝箱がある。危ない。これ上は行けるわけじゃない。え、どこ、どうやってあれ取るの？じゃあ最後行くか。あれどうやって取るんだ。まあいいか、大したアイテムじゃねえだろ。ひどい。合ってる、合ってた、合ってた。危ない、壊れた、ポンコツ、危険。大丈夫大丈夫。戦車みたいの来ちゃったけど、全然パレード感ねえぞ。あの、ただあの大丈夫かこれ。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと死んでる。まずいことになりそうです。倒しておきましょう。倒す系なんだね。フォトプログラム使ってみるか。使えた。あ、バーニング、あ敵対しちゃった系だ。いやでもさ、乗り込んじまえばいいんじゃないこれ。ほんとさ、ほらほらほら、痛い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 、死んじゃう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 。あバカな。なるほどね、こっからコンティニューできるってことね。マジか。しかもマイクラ式というか、死体から、自分の死体からアイテムを回収しないとロストしちゃう扱いになるから。これ武器とかももしかしてそうなんかな。ちょ、武器どうなってる。あ、武器は大丈夫だ。1回目武器やられてたからどうかなと思ったけど、ちょ、今回は乗り込むのやめよう。反省。さ、この場合ってどこに俺の死体あるの。これだけ大型の武装した機械生命体。違うな、これか。見逃すと後で。あ、あったあったあった。回収。そうです、倒しておきましょう。復元。あー、よかった。プラグインチップ、まあ、とりあえず最低限は回収したってことだな。これあれだな、ポッとこれよりか別のにした方がいいかもしれんな。ちょっと近づけね、怖え。これダメージ入ってるかな。あ、上に撃ってる上に撃ってる。柱
走り出した走り出した。そんなに強そうではないか。そんなに強そうではない。突進食らうとやっぱそう、正面には立たないようにして脇とかからフットボールグラブ発動。ほらダメージ入ったかな。てか俺自動回復のチップつけてた気がするんだけど、自動回復されなかった。やばい怖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 い。普通に回復しよう自分で。オッケー。でここで近距離でホットを使う。食らってんのかこれ。入ってるかダメージ。危ない危ない危ない。くぅ危ない。とりあえず真正面から体当たりしなければ多分大丈夫でしょう。という予想で強攻撃。あ結構でもちょろいぞ。ちょろいもんだぜ。なんだこれ。これは結晶。怪盗機械生命体の体内にあるコアの破片。生命体のコア。植物細胞に禁じ。植物細胞。こんなもんかな。もうアイテムありそうだけど、この辺とか登れんじゃん。登れねえか。まあ普通に上から登って行きましょうか。助けに行かねえわ同胞。回復薬大すげえとこで死んでんな。一応このネットワークで以前やられた相手を吸収するとお金がもらえたりチップがもらえたり。人類が建造した遊具。乗り方知らんのか。高速で移動しスリルを体感する。怖すぎるから。強マシンとも呼ばれていた。え大丈夫これマジで。変な生き物なんだな。ジャンプしたらこれやばいかな。あ大丈夫だ。ところでトゥビー。何。あそんな感じ。僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そうそう。そろそろ無関心。何だからナインズって呼んでくれていいんですよ。人間臭いよなナインズ。まだいい。まだいい。悲しいな。もうシャイだから上の倒して、こっちは何やすいの渡して。すげえな、ジェットコースター上で戦ってるぞ。オッケーオッケーオッケー。だいぶ余裕だな。到着。議題があるんですが、それは報告。この部屋の下にレジスタンスを。え、多数。そう、ってことは一人や二人じゃないってこと。やばそう。参上。握手済み。握手見すぎるでしょ。肝心なとこかんだけど。うわマジか。こ